モデルのエヴァンジェリスタさん、成形失敗で、無残な姿に現スーパーモデルのリンダ、エヴァンジェリスタ、LINDA、e v a n g e l i s t a さん、56が、美容成形すべに失敗したことを公表した、死亡を減らすための成形術だったが、逆に体が膨張し、まるで別人のようになってしまったと訴えている。エヴァンジェリスタさんは22日、インスタグラム、 INSTAGRAM の投稿で5年前にクールスカルプティングと呼ばれる治療を受けたところ、金星脂肪スケーという珍しい副作用によって脂肪細胞が減るどころか増えてしまったと明かした。クールスカルプティングは脂肪細胞を凍らせて殺し、体外へ排出させる治療法。手術の危険性については事前にさえ警告されておらず、現在訴訟を起こしているという。 カナダ出身のエヴァンジェリスタさんは、1990年代、シンディ・クロフォード、C-I-N-D-Y-C-R-A-W-F-O-R-D さんや、ナウミ・キャンベル・ N-A メートル・アイ、C-A-M-P-B-E-L-L さんといった他のスーパーモデルと共にファッションショーで活躍した。エヴァンジェリスタさんは、ここ数年、表舞台から遠ざかっていたのは、施術により容姿が変わってしまったためだと説明。私の仲間はキャリアで成功しているのに、 なぜ私が仕事をしていないのかと不思議に思っているフォロワーの皆さん。その理由はゼルティック、ZELTIQ、機器の名前のクールスカルプティングによって、約束されていたこととは逆の作用が起き、無残な姿になってしまったからですと綴っている。施術の失敗により自己嫌悪と引きこもり状態に陥り、生活の糧を失ってしまったと主張。私は恥を取り除くために前に進み、 自分の体験を公表しますとした。